えー、先ほど、まあ、ここ法然院に、えー、栗田さんの作品があるということで見せていただいたんですが、うん、ご住職やっぱあの作品はどうしても思われたわけですかこ,ここに置いておきたい。いやあのそういうことではなくて、うん、もう栗田さんからのお話があって送っていっていた,だいたので、うん、そのままあるっていう感じですかね。 そうですね <laughs> どういう感じで <laughs> どちらかというと <laughs> あの2011年の震災のあとなんですけど <laughs> えっともう、えー、法然院はさすがに動きが早いんですぐにそのあの、まあ、被災者の方のサポートに入るっていうんで、まあ、チャリティーのようなことを立ち上げられたんですね。でそれに何か出してくれないかっていうんで僕は売るものがなかなかないんですけど。あの 当時の自分の気持ちとして、まあ、こういうものしか作れなかったんであのタイミングよく、まあ、参加させていただいたそれがそのまあこれは僕が持ってるよりはこういうところにあった方がおそらくいろんな人の目に入るしでこれをきっかけにいろんな話が始まる出会いの場でもあるので。 まあ作品の説明は、僕はするのもおかしいけども <laughs>、まあ、4つの、まあ、透明の瓶があってそれぞれ3つは土が入ってる。で最初のものが広島。 そして次が長崎<島>そして福島で4つ目が空っぽというまあ,あ,あ最後は空っぽというところが本当にその空っぽについてみんなで語り合うことがこの作品に意味のあるところでそれはもしかしたら梶田さんの力が一番大きいかなとあの僕がその アートなんていう間口の狭いところで語っているよりもこういう間口の広いと,広いところであの語っていただいた方がまあいろんな意見が出るし考えなきゃいけないことだなと思いまして。解説さんやっぱりあの作品を、まあ、前にして話をされることも多いわけですか そうですね。2011年の3月11日に大地震と津波とその原発事故があってそれからうちで何かできないかなっていうことで京都から何か思いを届けたいなっていうことで京都で何か集まってみんなでできないかっていうことになってでまあ,あの皆様があのそれぞれのお仕事に関わることで集まっていただいてということで、まあ、例えばコンサートとかあるいは古典とかいう形で。うんうん 集ってそ,のそこで得られた収益をあの福島とか東北に送るという活動を始めてそれを私が悲しい願いの会悲願園って名付けましててね <laughs> 悲願って仏教では一番大事な言葉で他者の安らかなることを悲しみ願うっていう、うん、こういう意味で我々は今はもう悲願のメダルとなって自分のど,どうしても達したい願いと意味が今は普通になったんですけどもともと仏教は他者の 安らかなることを悲しみ願う,っていう仏様の気持ちを心を心一番表す言葉なんですね者の,の本尊の阿弥陀様」っていうのは別名を「大悲願の大きな悲しみの願いの王様」っていってうん、うん、<laughs> みんな我々のことを悲しみ願ってくださってる安らかになってほしいと願ってくださってるのが阿弥陀仏であってその願いに応えて法然と予防さんは「 生阿弥陀仏って唱えたらみんな阿弥陀さんのとこ行ってみんな安らかになれるんだよということをそのことをまあそのいろんな形で表したいなってことなんですけどもそれが2011年のその事故のあと我々の中にあるその他者のことを悲しみ願う気持ちを少しでも表すことができればっていうことでそのまあ集いを彼岸へと名付けて。でそれ以降あのゴーールデンウィークと 紅葉の頃を中心に、年に二回その彼岸を。まあ、努めてきまして。彼岸へ。悲しい願いの会ですね。で、その時に、いろんな人が集う。集う。その古典の中の一つの作品として、栗田さんの作品をずっと並べ続けてきたと。な、うんかこの十一年ですね。栗田さんは、まあ、その作品を見て、みんなで。語ってほしいということだったんですけど。はい,はい。はい。もう十年。経って。 少しし変わっってきたたとところはあありりますすすかかねねの語り方いらおかしいででけどそうです、ね、やっぱりそ,その頃はそは本当にそこに何も入らなくするためには、まあ、何も入らない状態で続けるためにはね、うん、どうしていったらいいのかっていうようなことで皆さんが話し合う場は持ってたんですけどなかなか年が経ってくるとそのことが皆さんのまた生活の関心の中心少なくなってきてますから。 でもあのそ,こにそこのまたその作品を目にすると改めてそれを思い起こすというか、うん、そういう素晴らしいその場というか、うん、その作品になってるんじゃないかなって思いますね。栗田さんはあの作品に「まあ、イノセント」でしたっけ、はい、そういうタイトルを付けたその、まあ「イノセントと言ったら」といらまあ無罪という意味もあるし無邪気とか、まあ、無垢とかそういった意味がある。まあまあ 作者の方になぜこんなタイトルをつけたのかというの無、うん、ない方ですけどいまさしくそうであの英語っていうのは非常にそういう時便利でうん、うん、日本語だと無垢無邪気無防備無罪無実いろんなふうに言えるんですけど一言で全部言えますよね、うん、イノセンスって言葉でそうするとその赤ん坊のように無防備で子供のように無邪気だったそのた。 まあ福島のある町が全く無罪なのに結局ああいうことになってしまうっていう意味でその「いのです」って言葉が全てあの中に入ってるんじゃないかな。それとあのちょっとあの4本にしたまあ理由では理由なんですけど昔はあの福島以前は 広島長崎っていうのは、えー、に関して僕はアメリカを憎んでたところがあるんですねただ福島が起こった時にこれは同じ関係性だなと思ったんですねどうも我々が加害者であって被害者は土である、うん、土であってその土に育まれるべき未来の子供たちであるっていうふうに感じたんですね。そそれでその いろんなことヒノンセンスって言葉でイメージできるんじゃないかなと思ってふっと浮かんだ言葉なんです。被害者は地球土ということ我々土とその土に育まれるべき未来の子どもたち。アメリカではなくてまあアメリカかもしれないですけど <laughs> 我々も加害者。 であるとそこの責任はやっぱりちょっと感じないといけないし、うんうん、その4本目にも地球環境問題はまさにその通りで我々一人一人が加害者であり被害者はまあ土あるいは自然あるいは将来の次の世代の子どもたちということになりますが海人、うん、さんはどういうお話をあの作品を前に。 そうですね。今栗田さんがおっしゃったようなことをいろいろと想像しながらみんなでしゃべり合ってたので今日は直接ご本人から作品の <laughs> 意味をまあ聞けたような感じもして、うんまあ、新たにこれが今私の中であのどういうふうにまたまとまって皆さんに伝え,できるの伝えできるのかっていうような気持ちにもなってますけども、うんまあ、我々の方はあの日本人はずっと仏教徒と 言いつつ本当は先祖教徒であってですね <laughs> 亡くなった方を伴ったら先祖になって守っていただけるっていう形でずっと来たんですよね、うん、だから最近あのアメリカの英語で出た本で「The Good Ancestor」っていう本があって「良き祖先」っていう本で、うんうん、だから「良き祖先」っていうのは要は我々が良き祖先になろうっていう本なんですよね。で我々は今先祖を拝んで先祖で守ってもらうというようなふうに生きてきたけれども。うん 本当に我々がその拝んでもらえるような <laughs> 良い祖先になっていけるのか <laughs> という形でね今問われているということを改めて問うている本なんですけどそういうことで私もいつもあの先祖教あの法事をしながらご先祖の供養をしながら我々がどう,やどういうふうに来たらあとの人から拝んでもらえる良い祖先になれるのか考えて生きていきましょうねというような話をいつも報事で <laughs> させていただいてる、うん、ということですよね。うん うん、あれも作品を見て、まあ、あのご住職だけでなくていろんなあその場にいてる方が、まあ、感想なりこう述べられると思うんですけどあ例えば若い若いもう子どもたちといった方が子どもたちはどんな、うん、やっぱことを言葉にされるするんでしょうね。うん あまりね、残念ながら直接子どもたちから感想を聞けてるわけではないんですけどもまあ、じっと見てる子が多いじっと見てる子が <laughs>、はい、でそこですぐ何か喋るんじゃなくてそれを見て考えてるような風情はあるんですけどねだからそれを我々が今何を思ってるのかなんていうことを聞くこともその時はや暮かなという感じで <laughs> まあ、考えてるんだったらそれを活かしてもらったらいいかなというような感じで今僕ですぐしてきました。そう,ですよ、ねそう 別に言葉に、多分言葉に発せられないやろうな、うん、それはじっと見てるしかない、うんうん、でもいろいろ考えるんだろうなまあ一応何かわからないと、これは一応この最低限の説明というかね、うん、うん、<laughs> さっきおっしゃった長広島、長崎、福島っていう説明はするんですけど、うんうん、その後はずっと考え込んでますよね四本目って結構背筋がゾップッとしますよね <laughs> はいはい、はい るとね。うん、本当に考えると本当に考えるとゾクッとするんですけど、<laughs> その感情を言葉にするって難しいですよね。確かにね。ゾクッとする。うっと。ただその例えばかき核,核廃棄物が核にまに起こされた土がまあ元の状態になるって言い方変ですけど、10万年かかるっていうの言い方をしますよね。10万年後を考えるときにその。 10万年前はどうだったのかって考えると多分僕ら10万年前の人の気持ちなんて分からないですよね、うん、ネアンデルルタかかなんだからそんなレベルで恐ろしいことをしてしまったっていうこととで結局土がああいう形で今ああいう色になってるのにもしかしたら10万年以上かかってるかもしれないんですよね。でそのなんか そのたまたま自分たちがいる瞬間の時間と土のまああの人びの土が持ってる時間っていうのの何て言うんですかねそこに自分たちがすっと関われるかどうかっていうことが重要なんですけどおそらくあの ここういうい場を持つことによって何かものがきっかけがないとそういうことにならないんでそ,そのきっかけになればアートっていうのはあの大きな役割を果たすんじゃないかなとか思うんですけど、うん、最近あのネアンデルタル人の気持ちを考えてる認知工学者の映画を見たところなんですけど。 人間でそういうことまで想像してしまう生き物なんだなっていうことがあると思うんですけどそれが正しいかどうかじゃなくてそういうことを考えて生きていくことをまた生きていく力にされている方もいるというのが人間のバラエティの非常にほとんどんな面白いとこかなと全くそんなところ考えてない人がほとんどなのにそういうことを考えてそれを現代なり未来に生かしていこうと思っている人もいるというのが人間のまた アホのようで素晴らしいところかなやまあグッドアンシスターあるいはまあ日本人って先祖供養というかまあその一方で本当、これからのことというのがなかなか実は考える機会が少なくなってきてるような気はしますね。あの 目先のことにどうもとらわれてきているような感じがしてなかなか長い人類史の中で先ほども10万年とかという単位が出てくる、まあ、そこもう本当我々今、まあ、現世人類ホモ・サピエンスとしていますけれども、まあ、生き物の歴史とか地球の歴史とか考えていった時に長い地球の歴史生命の歴史と人類史が 環境問題という一点においてすごい交差しているような感じがするんですわあの地球の歴史と人類史が今ぶつかってるあらわになってるような感じがするんですけど勝田さんなんか僕はずっと聞きたいんですけどその仏教という、まあ、思想ですねこれが本当 どう将来に向けて大きな力となりえるのかなんか変な質問してしまいましたけど <laughs>、うん、この際だから。はいはい、いや仏教ってもっともっと個人の苦の原因を知るところから始まってね、うん、要は苦の原因はあなたの愛にあるんですと執着にあるんですとだから苦しみたくなかったら愛することをやめて煩悩を断って一人一や安らかになりましょうねっていうお釈迦様の教えからスタートしたんですけども。 その個人のたとりだけでいいのかっていう話になってきてこう大乗仏教とね生まれて、うん、要は最終的にはみんなで安らかにならないと一人が安らかになってもしょうがないよねという形で来たのがさっきもちょっと言った悲願と他所、はい、の安らかになることを悲しみ願いやっていきましょうね怒り合うんじゃなくてあなたと私と意見が違っていてもそこを怒るんじゃなくて今は分かり合えないことを悲しみ願いやって最後は分かり合えたらいいよねというふうに思って生きるしかありませんよねと。でもその中で 生き苦しい生きるのが苦しい人がいれば少しでも生きる意味を持っていただけるようにサポートしていきましょうねっていうことでやってきたと思うんですけどもその個人の欲望を叶えるっていうことだけにサポートする形だと地球はどんどんと環境悪化していくしかない、うん、と思うんですけども要は地球人間人類だけのことじゃなくて全ての生きるもののことを考えつつ お互いにそれが存在できるようにサポートし合ってで人間同士はその生きにくかったらそこを悲しみ合って少しでも安らかに生きるように願いやって生きるっていうような気持ちで仏教が皆様に何かお伝えできることがあるんじゃないか、うん、要は人が救われたらいいんだっていうことに終わらないで要は阿弥陀仏の願いっていうのも一切衆生の成仏というのが本願なんですね。人がが仏様にななったりじゃなくて義としるものが 丈夫するるたためににはどのののようう生きていったらいいのかっていいいいっらかとこを考えてるのでだから人間だけ繁栄したらいいと言ってるわけじゃないのでだからその点を含めてみんなで支え合いつつどうやったらそれぞれが命を全うしていけるように特にその誰かだけが欲望を膨らませすぎて地球環境破壊しないように生きていくためにはどうするのかっていうことを含めて今考えることは多いんじゃないかと思って、はいます。うん それはなかなか日本ではただこれまでは先祖のおかげで家を守っていたらいいですよねという形でずっと寺がその法事で役割を果たしてきてしまったのでそれ改めてその今言ったようなお互いに支えつつ地球環境のことも含めて考えながらどうやったら未来の人もこの地球で生きていくことができるのかということを 考えることはもちろん仏教的にも大事なことやというふうに思っていますそここをどうやったら伝えることができるのか、うん、例えばちょっと思うのは子供の時はみんな恐竜を結構好きで、うん、地球の歴史も好きで、うん、そのことに興味を持っているわけだからそのことをさっきもおっしゃったことを含めて大人になってもその地球の歴史を考えながらこれからの地球のことも考えながら生きてきるようなその大人のなり方はどうなんだろうなということを 私なんかは考えたりしてますけどね、うん、<laughs> その興味をうまくその生き方までつなげていっていただくようなその教育というか学習というかそういうことがあったらいいんじゃないかなと外野としてては思っています、うん、<laughs> 今日は栗田さんをお迎えしてということでずっと土の話をしてたんですが仏教でいうとやっぱ土っていうのはどう <laughs> 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 まあ土というかあの全てその生き 一歳,歳の存在自体が今までのずっと歴史の積み重ねでそういう状態である、うん、っていうことがお釈迦様がおっしゃった縁起という考え方なので、うん、まあ桂だったらそれは一すなわち一歳と言いますけど要は一粒の土に今までの一歳の地球の歴史が凝縮してますよ世界の在り方がそこに込められてますよっていうことを大事にしてきたので私もその一つの存在であるし土もそうだし。 すべての存在は今までの歴史をすべて凝縮した形でそこにこうして今に一瞬ありますとでもそれはまた次の一瞬は違う存在になっているのです、うん、ということをどのようにさっきの言ったお互いの命の支えで次の存在をどう、まあ、そんさせていけるのか、うん、要は,あの我は私というものがことを起こしてるんじゃなくて今起こってることが次のものを作っていってるんだと。 いうのが演技という考え方なのでそのことに関係性が次のそれぞれの存在を作っていくのだということを改めてどういう良き関係性を紡いでいけるのかということに私が何をするかじゃなくて良き関係性の中で次の存在をどう作ってそれぞれが存在していけるのかというような視点があこれからの大事じゃないかなって私は思っています、うん。でも今は私が何をしたか 何ができたかっていう方に皆さんのご関心がありすぎるのでそうじゃなくてお互いにどう関係し合ったかがそれぞれの次を作っていくんですよぜひ次の、えー、存在が存在できるように次の人間が未来の子供たちが存在できるように我々今どういう関係性で生きていくっていうことが大事なのかっていう視点を、まあ、坊主としては皆さんにお伝えしていきたいなという一面であり,ます、はい、ありがとうございます。うん 演技、まあ、その次つながっていく中で今回僕らは栗田さんの「イノセント」という作品を見たと、まあとそれも一つ次にどうつながっていくのかとやっぱこれまではちょっと違っていや同じかもしれないけど少し深く我々のこと生き物のこと地球のことを考えるきっかけに「イノセント」という作品はもう 大きな役割を果たしそうな、そんな感じがしますね。そんなことをちょっと感じました。今日は本当お忙しいところありがとうございました。ありがとうございました。